チームブランクのキャプテン永田睦子さんに来てもらいました。皆さん集まってどうですか？そうですね、まあ、とにかく試合よりが多分もう控え室の方が元気ですね、はい、楽しみにしてきたんじゃないですか？あ、そうですね、やっぱり久々に会う人たちが多いので、まあね、試合することもなかなかないのでね、あのクラシックメンバーを楽しみに来てくれる方もいらっしゃると思うので頑張ります。なんかさ、秘策は？そうですね、まあ、あのなんていうんですか、一応今控え室でいろいろ言ってるのはやっぱり、まあ、先輩のことは絶対ということでまあそちらに注目してね、見ていただければと思います、はい、どんな波乱があるか楽しみにしております。はい、楽しみにしてください。はい、どうも、はい、ありがとうございます。チームイエローキャプテンの小磯のり子さんに来てもらいました。あ、いいノリですね、早速すいません、もう本当なんかお恥ずかしいです、出るのがね。皆さん楽しみにされてますよ。ね、いや私もあのみんなに会えるのすごく楽しみにしてきました。はい、バスケはどのぐらいぐりですか？去年もなんかこれ引っ張り出されて、やらされて、なんで1年ぶりぐらいですかね。うん、普段は体動かされてるんですか？いや、あの指導して子供たちには動けって言ってるんですけど、自分は全然全く、はい、やってない。申し訳ない。じゃあ最後意気込みだけお願いします。いや、怪我をしないように現役でなったらまさかこんな言葉聞くのはいや、もう健康第一で、はい、はい、はい、ありがとうございます。バスケットライブ